橋本たくみのたくぼい。こんばんは。こんばんは。橋本たくみです。葉山優子です。アマピーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヘイタクボーイですよね。ヘイタクボーイ。あ、タクボーイですよ、これは。ヘイタクボーイ。タクボーイ。今回はだいぶ3回目にもなって、慣れてきましたね、スタートね。そうですね。はい、一応紹介いたします。はい。はい。アシスタントの葉山優子さんです。よろしくお願いします。はい。そしてアシスタントのアシスタントのアマピーです。よろしくお願いします。お願いします。アメちゃん、ここ1回目、2回目とすごい評判が良くて、うん、本当ですか。はい、アマピーが面白いとテンションマックスもっと出した方がいいよ。全然テンションをね、なんか出てるように見えないの。で、ハヤマさんもね、そこでニコニコしてるだけじゃなくてすいませんラジオだから伝わらないからね。あーはーはーってニコニコしてるだけじゃなくて、はい、うん、でもね、もっとね、ハヤマの声が聞きたいっていう。そうですよ、ハヤマさん全然喋ってないですよ、言っときますけど。はい、頑張ります。早くいかないと。取れ高がもう今 2ぐらいですよ。取れ高2だよ。2、はい、何点中かわからないけど 5くらいになるように。あ、成績ね、はい、35点満点中。35点満点中の2。難しいな。あ、それかなり低い。でもそういうところやっぱりタクボーイが褒めて伸ばしていくっていう番組ですよね。そうです。でもそこで2取るの大したもん。素晴らしい、うん、素晴らしい。4目指して頑張ろう。はい、素晴らしいな優しさに溢れた番組だよ。この調子でいきたいな。はい、お願いします。お願いします。今日なんか持ってきてくださったんですよね。そうなんですよ。僕ちょっとビックリマン、子供の頃すごい流行ってて、うん、ビックリマン、ビックリマンチョコ、ビックリマンチョコ。僕ら子供の頃ビックリマンチョコのお菓子だけ捨てちゃうとか問題になったこともあるんですよ。シールですよね。そうです。このシールが爆発的に人気で、あ、葉山さん知らないですよね。そうです、初めて見ましたね。あ、ビックリマン自体知らない、うん、知らないですね、初めて見た。じゃあこれに何が入ってるかとか知らない？うん、知らない気持ちがいい。気持ちがいい。うん、知らない。うん、知らない。家だ、ここは。ここは家のリビングかっちゅう。知らないじゃん。知らないっつって。いや、正直でよろしい。なんか入ってるんですね。そう。いや、なんか入ってるんです。何かとシールが入ってます。そう。何が入ってると思いますか。何が入ってると思います。じゃあそれじゃあタクボーイの咀嚼音であれでもやめなさいっちゅうの。いや、ハヤマ知らないから。やめなさいっちゅうの。ハヤマ知らないから、やっぱりそこは。だって俺がこれ食べたって分かんないじゃん、咀嚼音聞いたって。いや、だから何系なのか分かるかもね。そうですね。しかも、じゃあお願いします。いや、やめてよ、お願いしますじゃないよ。今ね、いいですね、本当に、はい、今違うんですよ、ここにビックリマンを3つ買ってきたんですよ、うんうん、なので3人で1個ずつ引いて取って、はい、うん、このビックリマンシールってのが入ってるんですよ、はい、はいはいはい。で、このシールが3枚、うん、誰が一番いいシールが出るかっていう、うん、お、レア度ですか。おお、それはてか今のどんなキャラか知ってるんですか。多分レア度分かんないじゃ ん、どれがレアでいいか、うん、だからここはディレクターさんに見せて、3人、うん、どれが一番かっこいいか、うん、一斉のせいで指さしてもらって、うん、はい、うん、じゃあそれをさ、うん、やっぱ褒めて伸ばす番組だから、うん、その出たキャラクターのいいところを我々が伝えていけばいいんじゃないですか。あ、一回最初の第一印象でこれって決めてもらって、うん、それを俺らでプレゼンをして、プレゼンしていこう。最終的にどれがいいかをもう一回決めてもらおう、うん、そう、そうしようね、はい、それでいきましょう。だからよく考えていかないと、はい、要は結構口が必要、これ、うん、プレゼンタイムだからね。はい、葉山さんあんまり喋ってないから今回わかります。はい、わかります。相槌が自分が喋ってないことは、まあ相槌が適当。わかります。素晴らしい。じゃあ開けましょうよ。はい、はい、どれに行きますか。どれと、どれ、どうしよう。俺ね、3つ並んでるけども、はい、俺真ん中。はい、じゃあ私下で。あ、じゃあもう上しかないな。はい、アマビーはアシスタントのアシスタントだから、アシスタントだから、だから一番最後、当然ですよね。ビックリマンチョコ、ひどい、ひどい扱い方がひどい。悪魔 vs 天使ですって。悪魔だらけ。あ、もうほら、悪魔、俺絶対天使がいい。俺絶対悪魔しか出ないわ。これね、これどっから開ければいいとかありますか。全89種、キラキラシール入り。これね、スーパーゼウスかヘッドロココがいい。あ、すごい、これ35周年ですって。開けていい？ビックリマン、どうぞ、開けてください。こぼさないでください、よこさないでくださいよ。はーい、本当にこれなんか、開ける音も楽しくなっちゃうね、これね。ねえ、これおしゃこんクイズがあったから。はい、
俺、あれ俺そうなんです、中には、ね、ウェハースが俺すごい入ってるんですけども俺すごいの当たったよ、そうでしょ、ほんとほんとまたまたこれ多分、ね、どこに入ってるレア度で言ったらすごいと思うよ、入ってる、あったよ、なんでみんなすごいの、お、来た来た、いやいやいや、俺これ、俺でしょ、私もちょっと待って、俺ですよ、これはちょっと、とりあえず一回ディレクターさんに見て、はい、見てもらう前に、とりあえず名前だけ発表する、名前だけ発表する、名前発表しようよ、じゃあいいよ、うん、俺ね、俺ワンダーマリア、弱そう、おワンダーマリア、名前でそんなに、そんなに言われちゃうの、あんまり、あんまり来てないよ、いや、ワンダーマリアっていう、あ、違う、なるほどね、私言い方なんだったね、今ねワンダーマリア、ワンダーマリアっていう、はい、私はビーストゼウスです、滑舌が悪いのかなあんまり入ってこなかったから、でも、なんかすごくない、ビースト、ゼウスってゼウスはすごいよね、ビーストゼウスです、ちょっとなんかもう負けてる感じがするの、ちなみにのキラキラしてる、してますよ、してます、僕はみんなしてんのかいな私はですね、ブラックゼウス、おお、あれ何それ、みんなキラキラしてるの、ブラックゼウス見せて、これキラキラシール入りだからみんなキラキラしてるのかもしれないね、本当だ、かっこいい、しかもなんか後ろになんか書かれてる、悪心に染められた双子、いや、まだ読まないでしょ、俺まず一世のせいでこれ見ても決めてもらわないと、一世のせ、もう見せちゃったよ、ワンダーマリア、やった、やった、やりました、2票、アマピー2票入りました、まず第一印象だ、第一印象、第一印象そうね、そうね、やった、ほらほらほら、第一印象だから、私ですよ、じゃあ見せてください、ちょっと見て、あー、あ、たくみさん似てますね、たくみさんにこれ、確かに、いや、ちょっと待ってよ全然似てる似てる、適当、似てます、あ、でもなんかいい、でもやっぱり私のブラックゼウスが一番ヒーロー感ありますよね、でもさ、ここになんかランキング書いてありますね、え、ランキング、あ、で、たくみさんのが2位ですね、イエーイ、何それ、ランキング、私が55位で、私ランキングすら書かれていない、え、何それ、え、それ何それ、私悪魔55位なんですね、悪魔55位、これ悪魔2位、お、それは悪魔2位はすごいじゃない、すごいよ、すごいかも、待って、書かれてない、書かれてないですね、だって絶対この袋に書いてあるこの人が悪魔1位で、いやでもあれですよ、私のキャラはですね、その悪魔1位の右後ろの目立つところにいますから、うん、いや、そんなこと言ったら、俺35周年の後ろにいるよ、目立つとこに俺35周年の後ろに隠れてるよ、俺ほんとだー、ワンダーマリア、でも納得できない、なぜ順位は書いてないのかな、ちょっと待って、これだからプレゼンしないと、これそうね、プレゼンしよう、今のところは見た目の人気ではアマネちゃんが1位なんですよ、そうですね、じゃあ強さ勝負にします今回、はい、いや強さ、誰が一番強いのかを、いや俺強いの俺だよ、なんでかを教えてください、それ皆さんはあの映像見れないですから、うん、あ、そっか、なんでこれね、あのね、尻尾から火が出てる、名前なんでしたっけ、ワンダーマリア、ワンダーマリア尻尾から火が出てる結構想像力いるなこれ気になる、はい、ワンダーマリア、はい、じゃあ一個ずつね、私は、うん、あの虎のおじいさんなんですけど牙が生えてて、うん、蛇の杖を持ってます、ヘビの杖を持ってるから強いってこと、そうですね、なるほどね、それで突き刺せます、いやでもブラックゼウス、私のブラックゼウスはですね、はい、うん、もうドラゴンの翼が生えてますから、もうそりゃ強い、あ、それは強い、そんなこと言ったら、はいはいはい、このワンダーマリアドラゴン踏んづけてますもん、うん、ワンダーマリアの印象がガラッともう足気にしてますから、一気に本当だ、もう地面端にしてるじゃん、そうですよ、地面に、で、その踏んづけてるドラゴンの尻尾から火が出てます、踏んづけてる、じゃあ生きたドラゴンを絨毯にしてるってことですか、そうです、残酷で、尻尾から火が出てすごいの、ワンダーマリア、この時点で僕1位です、ワンダーだなぁ、はい、じゃあ、ん、ハヤマはアピールして、ハヤマちゃんは、強さを、強さなんだろう、超能力持ってますね、私、それ、能力書いてある、書いてあるの、それ書いてある超能力持ってるよ、あ、超嗅覚、嗅覚だった、嗅覚、嗅覚か、全然違うし急に弱くなったわね超能力、超嗅覚って説明書いてあるじゃん、これ書いてありましたね、説明書いてあるね、うん、うん、あ、私、悪魔だらけのヘッド総選挙第1位に、大本命の下馬評通り見事金メダル獲得、おお、まあそれは関係ないけどね、これえ、そういうこと言う
褒めて伸ばさないと。だってここでディレクターさんがどれを選ぶかだけだから、結局ね。ね、でもちょっとこのプレゼン、じゃあドラゴン踏んづけて尻尾から火が出てるワンダーマリアと、うん、蛇の杖を持ったビーストゼウス。弱いのよだから、うん、ファイアーマンだけもうちょっとないの、いいとこ。蛇の杖を持ったビーストゼウスね、特にないかね。後ろになんか亡霊みたいなのがいます。後ろに亡霊みたいなのがいる、ね、確かにいる。勝とうとしてる大丈夫。後ろに亡霊みたいなのがいる、いるよ。そうですね、強さか分からないけど、うん、私のブラックゼウスはだからドラゴンのね翼生えてて金メダルつけてますから。でもそれ聞いたところでなんかもうディレクターさん変わんないような気がするよね。じゃあ聞いてみます。はい、ていうかそのあれですよね、このビックリマンのお話で今日引っ張るとか言ってたのにサクッと終わらせますね。OK です、決めてもらいましょう。じゃあ、はい、誰が一番強いかってことですよ。強いかね、強いか、誰が一番強いか、はい、せーの、お、やったー。うわー、変わらずにやりましたー。やっぱり金メダルですよ。なんかこのゲームつまんないつまんないとか言う、もう一回つまんないとか言わない。、うん、自分で持ってきたやつだし、思ったよりつまんないでもあれね、俺もそっちの方が良かった。じゃああげる。俺こっちの方が良かったよ。でもこれがすごい流行ったんですね、昔。そう、これ流行ったんだって。もうみんなバインダーに入れて、うん、すごい集めてたから。うん、2人もやりましたか。俺はね、俺もやったよ。やってなかったら持ってこないでしょ。そうか、やった。他何かしました、なんか子供の頃の遊びとか。あのね、金消しとか知ってる。ああ、金消し知ってる。筋肉マン消しゴム、筋肉マン消しゴム。あー、知らないだ。みんな知らないだ。誰だ。どうした急に。でもそういう人いたかもしれないですね、筋肉マンにね。筋肉マンに出てきたかもしれない。知らないだ、それ面白いな、その遊び。俺もやりたいそれ。知らないな。使っていいですよ、じゃあ。知らないだ、ね、明日から使ってください。知らないだって言ったら、どんなにどんなにこう沈んでる人でもみんな明るい気持ちになって断られる。知らないだ、知らないだっつって。筋肉マン消しゴム、あれどうやって遊ぶんですか。あれはなんかね、砂場でね、なんか バシとかジシとかいう、あの右手と左手に持って戦って、筋肉バスターとか言いながら、砂場である必要がないのよそれ。いや、埋まったり、石とかバシとかやる、砂の中にこう埋めたりするんだよ。バシ、あ、埋めたりね。そう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 、ね、俺結構そういう一人遊び好きで。あ、分かる分かる。ミニカーとかでもそうだけど、こうシューってジャンプとか、うん、ブイーンっつって。でも大体ジャンプした後、うん、爆発しちゃうの。ブガーン、はいはいはい、ブシャッ。僕もあのミニ四駆とかやっぱ流行った世代。ああ、ミニ四駆ね、ミニ四駆も、漫画とかアニメとかやってたじゃないですか、うん、僕初めて買ったミニ四駆をその家の前の道路に走らせて、うん、そこを左に曲がれって言ったのに、曲がらないでそのまま走っていっちゃってなくしたんですよ。つらい。ひどくないですか。え、で、もう見つからなかったの。見つからなかった、じゃあ未だにどっかで走ってるかもしれない。すごい坂、そう、まだ走ってる、夢追いかけてるの、まだどっか。ずっと誰、注意書きで書いといてくれないと。おやしくん、ツッコミなのに一緒にボケちゃダメでしょ。ボケてない。何一緒に走ってるって。走ってないよ、もう。夢追いかけてる。褒めて伸ばす番組やから。あ、そう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 、未だに夢追いかけてる、ミニ四駆は。でもその左に曲がれって言って曲がらないんですよ。あ、曲がんないよ、だってコーナーがないと。いや違う、だって漫画とか読んでたら、うん、今ジャンプだみたいに言ったら飛ぶじゃないですか。飛ぶ飛ぶ。左に曲がれって言ったら左に曲がるじゃないですか。曲がる曲がる。だから僕左に曲がれって言ったらそのままツーッと走ってって。あ、でもまっすぐな気持ちだったんじゃない。そう、まっすぐな気持ちだった、そのミニ四駆が。そう、僕のまっすぐな気持ちがそのミニ四駆に乗り移っちゃったっていうことですね。そういうことです。だ、未だにぐるぐる走ってました。そう、ショックだったのだから。ミニ四駆も持ってましたよ、僕。うん、うん、流行りました。流行った流行った、すごい流行った。で、コースをね、ミニ四駆知らないんでしょ、うん、お兄ちゃんがやってましたね。あ、そっかそっか、うん、お兄ちゃんがめちゃめちゃ、ハヤマさん全然興味のない時はね、全然ふーんして。ハヤマさん逆に子供の頃何してたの。私何してた、シーソーとかですかね。シーソー、急に英語出てきたから。いや、ちょっと地味じゃない。ちょっと、そういう話違うでしょ、今。ビックリマンとかミニ四駆、うん、私はシーソーって話、うん、なんかおもちゃじゃない。もう一日どんぐらいやってたんですか、シーソー。学校帰りに友達と。どのぐらい、うん、シーソー。どっちが重いか。何シーソーぐらいやんの。どっちが重いかね。10シーソーぐらいやる。10シーソーはすごい。1日10シーソー。その後は、それはすごいな。あの、なんだっけ、この、ブランコに乗って、ね、お兄ちゃんと一緒にブランコ。じゃあ、ハムさん、ちょっと、とりあえず一回公園から出よう。公園から出て。何ブランコなの、ちなみに。何ブランコだけ知りたい。すみません。お兄ちゃんと、何ブランコ。7ブランコ。7ブランコ。一
一番高いところに行ったら、そこから落とされる。落とされる。落とされる。お兄ちゃんに。すごいお兄ちゃんだ。そういう。そういうお兄ちゃんだったんですね。そうね、そういうお兄ちゃんです。でも7ブランコで落とされる。7ブランコ気持ちがいいよね。7ブランコでこう上に行って。何シーソーだっけ？8ブランコとか試したんですけど、やっぱ7ブランコが一番楽しかった。あ8の前に、ね。10シーソーね。10シーソー。10シーソー。10シーソー。どっちが重いか。結構シビアな。あなたの方が重いね。っていうことでしょ？だって。そんな遊びある？すごいダイエット頑張るね、それ。こういうのはね、何したかな。なんかううね、だって何にも、いや、ハムさん何もしてないの他、だって子供の頃遊んでるでしょ、うん、でも子供の遊び場といえば公園ですから、やっぱりそれは。そうですね、俺だってこあ公園だったら俺なあの、それこそ戦隊のなんとかマンごっこ、なんとかレンジャーごっことかやってた。やってたんですね。やってた、やってた。それやっぱ好きだったんですか。好き好き好き。で、俺黄色が好きだったからやっぱ黄色やりたいっつって。微妙なとこ行きましたね。黄色ってさ、ちっちゃい頃から黄色が好き。黄色は好きだったの、いいですね。そうサンバルカンっていうね、そのたまたまそれ当時やってたヒーローが3人で、うん、あの青とレッドと黄色だった。まだ3人とかありましたね。そうだからその黄色が好きだったから、よく透明人間相手に戦ってたよ。なんでこんな仕事したの？ね、さっきまでの盛り上がりが外でもちょっと待って、みんな樹脂層思い出して。帰るの頃チャイム鳴ってたから、今下校のチャイムが鳴ってたから、うん、鳴っちゃってたよね。鳴っちゃってたの知ってたけど、頃終わっちゃったから、もうあの頃の面白い頃思い出して、なんで急に俺のこの話した途端うんって。戦隊ものとかは葉山は見たことある？うん、たまに見てましたね、昔。本当なんかちょっとだって目が嘘ついてる。いや、たまには見てましたね。たまには見てましたね。ふみさん、たまには見てましたよ。あ、見てました。たまには見てました。たまには見てましたか。そうですね。やっぱその頃から好きだったんですね。まあでも俺らはやっぱり何が一番ってファミコンでしょ、結局。ファミコンか。やらなかったファミコン。バンゲリングベイとかやらなかった？知らない。バンゲリングベイは通コンで、助けてくれーってマイクに叫ぶと。マイクがあったんですか、その頃に。そうだよ。すごい。そうすると、他のところから、助けが来るの。だから、みんな通行持って、助けてくれーって、みんなに。すごい。助けてくれーって。助けてくれっていうゲームではないよ。敵を倒すゲームなんだけど、うん、助けてくれーって言うと、助けてくれ。いや、それすごいですね。あと、バグ技とかもさ、あんなの、コントローラーを刺すところがあって、うん、ファミコンの、はい、そこにマイナスドライブを刺すと、うん、ピロリローンってこう、ポーズこうボタンが、うん、ポーズになるの、うん。で、それを、ベースボールの野球をこう、ピューって、うん、投げるでしょ、うん、投げた瞬間にピボ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 ンってやると、球が、もう時速1キロぐらい、ゆっくりこう、ビューって。ビューって上から打ちやすくなっちゃうってこと？うん、打てないの。打てないんだ。遅くて。遅すぎて。上から上からだんだん下に行くんだけど、ゆっくりなの。で、それで、右ボタンを押すでしょ、うん、そうするとね、球がね、ゆっくり右にスーって画面の外に行っちゃうの。全然伝わらないけど。言ってるの分かんないかな、これ。いや、なんとなく分かりました。画面の右側にシューって行って、しばらくいなくなっちゃうの、球が。うん、そうすると今度左から球が出てくる。出てくるんだ。画面の限界まで行ったんですね。そう。画面向こう側一周して、ね、反対側から出てくる。じゃあ俺も後ろ見てたらミニ四駆戻ってきたかな。あ、そうだね。ね、画面の向こう側に行っちゃって。そうだよ。戻ってきたのかな、戻ってきたよ。なるほどね。画面の反対側から。そんなことをね、よくやってたよ。確かに。うん、でもゲームボーイとかだったかな、僕の時、うんうん、ポケモンとかですね。ポケモンとかやりましたね。そうだ、世代が若いんだもんね。ポケモンやりましたね、うん、ゲームボーイなんてだってもうずっと後だもん、ゲームボーイ、うんうん、じゃあいいですこの話。ちょっとさ、2人とも知らない話に対して冷たい。とても、うん、さっきまで一緒に喋ってた人とは思えないぐらいの。ね、でも下校時間だから。静かさ、この。下校時間になっちゃいましたからね。じゃあ、天音さんはだから逆に、もうじゃあもっと面白いなんか遊び。僕はあれですよ。めんこね。あー。めんこ。逆に古いじゃん、めんこ。いや、どういう、逆に古いんですか？めんこ知ってる？ルール。こういうふうにパシッてやるやつですよね。うん、まあね。うん、それぐらいしか知らないです。だから牛乳キャップにさ、給食に出る牛乳のキャップに自分で絵描いて、うん、なんで急にその昭和初期みたいな話なの、え強さ決めて自分で俺のキャラレア度星4みたいな、いや自分で描いてるから何でもいいんだけど、うん、そんなのやってた、やらないですか、
じゃあなかった。なんかちょっと時代を感じ、おかしいな、俺そこだけ飛んでたかな。ジェネレーションギャップ感じちゃう。おかしいな。ジェネレーションギャップ。その頃だけ飛んでたのかな、俺。やりませんでした？やらないよ。そっか。だって葉山ちゃん何もやんないからね。何もやんない。公園でね、ジューシーソー。ジューシーソーだね。7ブランコ。7ブランコいいね。いやでも結局さ、今日何喋ったってこの7ブランコにはかなわないでしょ。今日もダメだじゃん。結構そこそこ一生懸命喋ってんだけど。シリソー7ブランコ出てきちゃったら、うん、なんで全然喋んないのにね。あ、すいませんね。すいませんねってでもあのシリソーね、僕実はすっごいトラウマで、うん、あの小学校中学校とか僕体重26キロぐらいしかなかったんですよ。細いね、今も細いけど。いいで、だからあのシーソーは、うん、もう本当に暴力でしかなくて、あ、吹っ飛んじゃうんだ。吹っ飛ぶし、もう必死にしがみついてもバインバイン吹っ飛ばされるし、なるほど。そう、それで本当に後ろに1回転して落ちたりとか。あら、でもめちゃめちゃ怖い。10シーソーとか行かないもん。ワンシーソーズドンですよ。もう、ああ、ワンシーソーズドン。ワンシーソーズドンでした。ワンブランコだよね。ワンブランコは体重関係ないでしょ。ワンブランコでピューって。ブランコは体重関係ないでしょ。いや、ちゃんと持ってないから。あまねちゃん、ちゃんと。ただの不注意です。あまねちゃん、ちゃんと持って、ちゃんと持つのよ、分かったって手離して、ヒュッてやったら、ヒピン、ピカーン。すげえ飛んだし、で、画面の反対側が出てくる。出てくる。すげえな、うん。でもね、なんかね、俺はね、あんまり、うん、あの、遊具っていうの、遊具やんなかった。うん、そうなんですね。登り棒とか。登り棒も遊具だけど。そうですよ、ね。うん、なんか体操やってたからやってそうなイメージですけど。そうそう、あのね、砂場でバック転とか、ほら、うん、そういう。うわ、ちょっと調子乗ってるやつだ。あ、やってたんですか。やってた。砂場でバック転、すごい。滑んないんですね、砂場。その手ついた時にあの金消し引っかかったりしないですか。大丈夫、金消しそのまま、まあ、ちょっと待って、変な振りしないで。砂場に金消し埋めるって言ってたから。え、埋めるけど埋めるけど、うん、そのバック転する時は埋めない。埋めないんだ、うん、何、ね、面白くないこと言ったみたいになっちゃったじゃないよ。よかった、私知らなくて。褒められましたよ。じゃあ褒めて伸ばさないと。だから、そうだよ、面白かったよ、ね。いいですか、いいです。たくみさん、いいです。いいですか。で、あれなんですよ。もう、はい、先週から急にやったんですけど、はい、終わりの、最後の終わりの時に、はい、じゃんけんを。そうそうそう、うん、急にぶっ込むから。そうで。うん、先週なんかね、ちょっとごちゃごちゃごちゃって終わったんだけど、うん、今週ちゃんとね、じゃんけんをね。あ、じゃんけんしていくスタイルで、うん、もう番組のパクリってことでいいですか。いや、パクってないです。これはオリジナル。パクってはない。オリジナル。うん、むしろラジオで初めてかもしれない。なるほどね。じゃんけんして終わる。ラジオにやってる人いないかもしれない。で、あんまり評判良くなかったらやめるんで。すぐやめるから。みんなの意見をもとにすぐやめるから、ね。すぐにやめる。うん。もうどんどん反映していくスタイルですよね。そうです。素晴らしいと思う。先輩方の意見を聞いていくタイプ。結局ね、後輩と伸び伸びやる番組なのに。あ、そうです、結局先輩方の意見。いいとこ取りで、ね、いいとこ取りでちゃんと聞いていくと、うん、そうじゃないとね、先輩に可愛がっていただけないの、うん、なるほど、うん、そうやって生きていくんですね、っていうのをちゃんと後輩に教えようっていう、ちゃんとそういう風にしていかなきゃいかんですよっていう。はい。うんうんうん。葉山さんなんか見てこの適当な感じ。はい。はい。つって。はい。なーっつって。あれ、このおじさんは何？ファンのおじさんですって言ったんだよね。葉山さん。いつなあれ。ファンのおじさんです。僕それプライベートで6回ぐらい聞いてますからね。引っ張りすぎですからね、それ。だって、ラジオ聞いてる人初めてだから。な、そうね。あ、でも、ハピフルでも言ったかな。そうそうそう。違う、言ってないよ。ファンのおじさんです。ファンのおじさん。発音がね、ちょっともう、発音がもうそれに持っていこうとしてたもん。ファンのおじさんですって言わなかったもん、うん、ファンのおじさんですよ。全然ピンときてないから、みんな今聞いてる人だって。いや、来てるって。ポカーンってしたよ。来てる来てるね。じゃあ、じゃんけんもやっていくと。やっていくと、はい、はい、まあそんなこんなんでもう終わりなんですよ。あ、なるほどね。終わりで、じゃあ、はい、じゃんけんが来るってことですね。はい、それでは皆さん、またうん、せーの、じゃんけんパー、またねー。さよなら。変な感じ。